はい、皆さんこんにちは、大塚健二です。まあ、ライブハウス出てる人とかね、よくブッキングマネージャーっていう言葉を聞くと思うんですけどもね、まあ、PA とか照明とかそういう人たちって大体何やってるかっていうのは皆さんよくわかると思うんですけど、ブッキングマネージャーって実際どんな仕事してるんだろうっていうのは、まあ、意外と知らない方もいるんじゃないかなと思って、まあ、今回はですね、ブッキングマネージャーってどんな仕事かっていうのをお話ししていきたいなと思います。まあ、ブッキングマネージャーの仕事としては、まあ、まずライブハウスのイベントを組んでいくっていう仕事がありますね。ライブハウスで行われるイベントって、まあ、例えばホールレンタル、例えば大学生の軽音楽部の卒業イベントとか、バンドがこの日主催イベントやりたいですとか、まあ、ワンマンライブやりたいですとか、まあ、そういうホールレンタルがまず入るわけですけれども、まあ、もちろん毎日ホールレンタルが入るわけじゃないので、ライブハウスが主催するイベントっていうのをその間々で組んでいく必要があるわけですよね。まあ、そういうのをブッキングイベントっていうんですよ。なので、まあ、ブッキングマネージャーっていう名前になるんですけど、まあ、いろんなアーティストにそのこの日出演できませんかっていうことを声かけていくわけですよね。まあ、そういうアーティストとのやり取りをしていくのも仕事になります。まあ、条件面をお互いで確認したりとか、まあ、そういうのをしていきますよね。で、まあ、その間にフライヤーとかあとタイムテーブルとかっていうのを作っていって、で随時アーティストの方に送っていくと。で、まあ、そのフライヤーとかもライブハウスに貼ったりとか、いい雑誌でね貼ったりとか、 SNS とかに投稿して、でライブハウスのホームページも更新してみたいな感じでプロモーションもしていきます。で、まあ、ライブイベント当日になったら、まあ、アーティストの方来られるので、まあ、セットリスト書いてください、 PA 表書いてくださいっていうのを、まあ、お伝えして、それ集めて、でリハーサルの時間とか本番の時間とかを確認したりとか、あと、まあ、楽屋はこちらですみたいな感じで案内したりとかね、まあ、そういう当日のやり取りも基本的には担当しますね。まあ、ライブイベント中はね、自分もドリンクカウンターとか入ることもありますし、特にポジション入らない日とかはもう基本的には出演者の演奏を見たりとかして過ごしますね。まあ、ライブイベントが終了すると今度最後清算をするわけですよ、アーティストの方と。まあ、清算って何するのかっていうと、まあ、お客さん何に呼んでもらったかっていう確認ですよね。まあ、それによって例えばノルマがある場合は、まあ、お客さん足りなかったらこっちが回収したり、逆にお客さんめちゃくちゃ呼んでもらったりとかしたら売り上げをバックで返したりとか、まあ、あとはその日の演奏のこととかの話とか、音響照明で不満がなかったかとか、で、まあ、次回いつ出演できるかとか、そういう話とかをね、生産と合わせて行っていきますね。僕の場合結構生産の時に、まあ、アーティストの方が今後どういう活動をしていきたいかっていうのをね、いろいろ聞いたりもしてましたけれども、まあ、時には知り合いのライブハウスを紹介したりとか、まあ、CD 出したい人とかだったら、まあ、レコーディングどういう風に進めるかとか、そういうのの話をまあしたりもしましたね。まあ、そしてそういう生産をまあ出演者全員分行った後に、その日の売り上げの計算とかをしますね。まあ、ドリンクの売り上げとかも含めて、今日1日でどれだけ売り上げあったのかっていうのの売り上げ報告を作っていきます。まあ、それが早く終われば、あとはフロアの清掃とか、そういう清掃面を手伝って、当日の仕事は終了っていう感じですね。まあ、実際その音響とか照明とかを触ってるわけではないので、こいつ普段何してんだろうって思われがちな仕事なんですけど、結構人対人のやり取りをかなりしなきゃいけない仕事なので、まあ結構神経は使う仕事ではありますね。やっぱり今、出演してくれるアーティストさんとかも少なくなってきてるので、まあ、ノルマあるライブ出ませんとかそういう人も多いのでね。で、まあ、あとは本当にこのイベントのコンセプト何ですかとか、他の出演者教えてくださいとか、結構そういう要求してくるアーティストって多いんですよね。で、まあ、アコースティックとかだと結構界隈とかもね、大阪だとややこしいので、鼻から出る気のないアーティストとかも結構いますしね。まあ、だから大阪のあるライブハウスの店長と一回話した時に、まあ、ブッキングってどんな仕事だろうっていう話してね、毎日告白して振られ続けて、それでもまた何度も告白し続ける仕事みたいな感じかなっていう風に落ち着きましたね。まあ一言で言うとそういう仕事かなっていう感じはしますね。まあ、実際ね、もうリアルな話すると、このブッキングという仕事をしなければ仲悪くならなかったなっていうアーティストもいっぱいいますね。だからある意味で言うとアーティストの本性とか結構見える仕事かなと思います。今でもね、よくいろんなライブハウスの店長とかに言われるんですけど、
若い子で誰かブッキングやりたいっていう人いないかみたいな感じで聞かれるんですけどね、まあこんな大変な仕事をやりたいって人今はなかなかいないだろうなって正直思います。よっぽどイベント組むの好きじゃないとやってられないですね実際、まあ、それぐらい大変な仕事ではあります。まあ今でもね僕はフリーでねブッキング組んでますけど、まあ今のところはもう特定のライブハウスに所属しようとかっていうそういう思いはないですね。まあ本職にするのは結構大変だと思います。はい、というわけでですね、今回ブッキングマネージャーってどんな仕事かっていうお話をしていきました。まああくまでね僕の意見なんで他のライブハウスとかでやってるブッキングの人にいろいろ話聞いてみたら一番いいんじゃないかなと思いますね。この動画気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録の方ぜひお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。